こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。今回の動画はコピー能力についての小ネタになります。どんな小ネタかというと、カービィディスカバリーのコピー能力、今作は数々のコピー能力と今まで既存であったものにプラスになって新しく追加になったコピー能力もありますよね。今回の小ネタはこのスリープのコピー能力についてのものです。スリープはスリープ、そして新しくディスカバリーで追加になったディープスリープ、この2つあります。まずはスリープ、ご存知の方も多いと思います。常に眠そうなスリープ、自動的に眠り状態になって減ってしまった体力を回復してくれる、そんなコピー能力です。なので攻撃力や連射力については何もない状態になってます。ステージ中にも結構スリープっていますよね。ちょっとしか歩けないし、鼻ちょうちんが可愛いです。そして追加になったディープスリープ、見た目もすごく可愛いですが、このディープスリープどこにでもスリープの能力と違って移動することができます。発動は B ボタン、こんな感じでどこでもいつでも寝れるという感じのコピー能力です。ディープスリープのコピー能力、ディープスリープは B ボタンを押すとベッドでぐっすりと眠った後、いろんなパワーアップ効果が追加でつく、そんなコピー能力になってます。ディープスリープの能力を使ってからコロシアムに行ったり、ボス戦の前にディープスリープで回復したり、いろんな使い方があると思いますが、実はこんな感じで水の上でもどこでも寝れる、そんなコピー能力になってます。ちなみにカービィの家、中にベッドがあってそこでも回復できますが、煙突からも入ることができるんですよね。これ失敗しちゃったんですけど、煙突にまっすぐ入れる状態でディープスリープを使用すると、そのままリセットがかかってお家の中、カービィハウスに突入するという感じになってます。今私がいたのがちょうど煙突の縁になってるので、普通に発動しちゃったっていう感じです。ちなみにコピー能力こんな感じで吸い込みで機能することもできます。それでは各ステージにあるギミックのところではどうなるのか試しに行きたいと思います。まずは地下水道に流されて、ここは水が多いステージになってるんですけど、先ほどの池と違って水に流れる、流されて進んでいくという感じのステージです。でやったことなかったんですけど、これスリープの能力使うと流されてるのか、それとも流されないのか、それを確認してみたいと思います。浮き輪がついた状態のカービィって普通に流れていくんですけど、ベッドも流れるのかな。うわ、めっちゃ普通に流れながら寝てる。壁に当たっちゃえば多分そこで止まると思うんですけど、この位置だと最後までいけそうですね。あ、解除になっちゃった。起きた後はすごく元気です。続いてオリジネシア荒野大地の潤い求めて、こちらはポイズンゲロムもいる、毒が多いステージになってます。今回毒の上で寝たりとかもしてみたくて来ました。ちなみにディープスリープを発動して途中でステージを出ると、実はキャンセルになってディープスリープの能力そのまま発動前の状態で戻ってこれます。間違えて使っちゃった時はこれありかなと思うんですけど、まあ基本的にステージはクリアするものだと思うので、あんまり使ったりはしないですよね。コピー能力中に敵から攻撃を受けちゃったらどうなるのかっていうのも後でやっていこうと思います。まあとりあえずは毒の沼地の上で寝たい、なので寝れるところに行きましょう。まあ、普通に触ると取れますね。これはその他のいろいろなコピー能力と同じになってます。この辺でいいかな。では毒沼の上で寝てみましょう。水と同じで周りの毒が跳ねますね。ちなみにスティックを
こう横とか縦にこう揺らすとベッドがね若干揺れたりもします。気をつけなきゃいけないのが、毒の沼地の上で寝た後毒の沼地に落ちるっていうパターンですね。少しわざと体力を減らしていこうと思います。本当はねこんな感じで倒せるんですけど、ディープスリープを使ってると B ボタンで吸い込みができず、そのままベッドでお休みしてしまうので、ちょっとだけ体力を削ってもらってから、この奥にいるスリープの能力をゲットしに向かいたいと思います。あ、今入れるかなって思ったら入れなかったです。タイミング見れば中に入れますよね。では行きましょう。ちなみにここのプールにいるスリープなんですけど、ミッションにも関わってくるスリープなんで何回でも出現してきます。このステージのミッション内に、プールでお休みだったかなっていうミッションがあるので、これですね、あ、秘密のプールでお昼寝、これをこなすためにはこの位置でディープスリープだったりスリープの能力を使って寝るっていうアクションが必要になります。水の中で寝るのはさっきディープスリープで一番最初に試したものと同じですね。ではスリープの能力をもらってもうちょっと先に進んでみたいと思います。スリープの能力って基本的には攻撃ができない能力になるんですが、頬張り変形を使えば能力そのままに他の敵キャラに攻撃ができたりするので、それをやってみたいと思います。この最初のエリアにはいないんですけど、スターで移動した後のエリアに確か頬張りがあったはずなので、そこまで行ってみましょう。到達、え、ここじゃなかったっけ、もう一個奥でしたっけ、来ないでほしいスリープのまま行きたいんですけど、よし行きましょう。かわいい、あんまりやったことなかったんですが、ディープスリープで浮き輪もめちゃくちゃかわいいですね。よし、ではこのまま移動して奥に進みます。うわっ、危ない。あ、ここは上まで行きたいけど入れないですね。あれ、これ脇行けるようになってるの知らなかったです。落ちるとダメなんですけど、ホバリング脇行けますね。これだったら奥に行くのも簡単。うん、ここですね。この2段目のところに水風船ホバリがあるので、そこまで移動していきましょう。おお、危ない。自己ダメージで毒の沼地に落ちたりして能力が剥がれてしまった時は、普通にすぐ取れば大丈夫っていう感じですよね。早く消えたりは今なかったです。これね、やってみたかったんですよ。スリープで頬張り変形、他にもできるところあるかもしれないんですが、ここが一番しやすいかなと思って今回来ました。頭の上の三日月がめちゃくちゃ可愛いです。こんな感じで頬張り変形にスリープ、他のやつもやってみたいですね。できればアーチ頬張りとかスリープでやってみたいですが、そこまで普通に進めるんだったかな。もう一回頬張りするためにはドリルのコピー能力がここ必要になっちゃいますよね。まあ、ちょうどいいので、ここでスリープで、あ、今回はディープスリープか、これで、ね、寝てる時に攻撃を受けたらこんな感じですぐ消えちゃうので、もったいないっていうことになります。さっきみたいに自分で沼地に落ちた時にはもうちょっとね長く残っててくれるので、もう一回取りに行きやすいんですけど、寝てる途中はダメっていう感じになっちゃっていました。続いてレッドバル禁足地、ここはマグマが多くあるエリアになってます。毒沼の上で寝れるんだったら、やっぱりマグマの上でもきっと寝れますよね。試してみたいと思います。すぐそこにあるところにしますか。こう落下してくる
隕石の下で寝ると多分さっきと同じで途中でキャンセルされるんじゃないかなと思うので、今回はやめときます。やっぱりマグマの中でも寝れちゃいますね。もしかしたら全てのコピー能力の中で最強なのかもしれません。ということで、今回はディープスリープとスリープのコピー能力の小ネタについてお話ししてみました。まだお話ししてなかったバンダナワトルディ、ちょっと話があるみたいなのでついでに聞きましょう。カービィが進化させたコピー能力を使っていると、実は一緒に僕も強くなってるんだよ。スリープでも強くなってる。進化の段階に合わせて僕の槍の攻撃力もパワーアップするんだ。2人プレイの時活躍するよ。ごめん、やったことなくてなんだかヒーローになったみたいで嬉しいな。ごめん、やったことなくて。はい、ということで今回はこんな感じでコピー能力に関する小ネタの動画になりました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!